左行け、左。なんかてただいまから護衛艦異星新護衛による落下水槽展示を行います。行け、ね、回る。皆さんこんにちは。本日はお暑い中、護衛艦異星に見学に来ていただきまして誠にありがとうございます。台風とかが近づいてきて、この入港も危ぶまれましたが、無事に入港することができて、乗員一同嬉しく思っております。本艦天保山に入港するのは、2度目で、前回は2年前の、23年9月に入港しております。なかなか入港することはございませんので、本日はゆっくりと、ご見学いただいて、また乗員に、お気軽に、声をかけていただいて質問されて護衛艦異星を、堪能していただきたいと思います。では落下の説明をいたします。見ての通り、ラッパはトランペットと違いましてピストンバルブがありません。音を変えるのは、息の強弱で音を変えます。ラッパで使用する音は、5つありまして、あ、いいよ、一番下の音がトランペットの、ラのフラットの音、それから倍音を5つ使います。ではその5つの音を聞いてください。ラタヨイ、ゴン、皆様の拍手の量が我々のパフォーマンスに大きく影響いたしますのでよろしくお願いします。先ほどの5つの音を使いましてラッパは曲が作られております。先ほど入場するときに吹いてきた、吹いた曲は、林行進といいまして海上自衛隊の行進曲の一つです。本日はラッパの曲の中から普段よく使用する、ラッパの曲を推奨します。まずは孫陽子氏、我々は、夏は6時、冬は6時半に起床します。その時に吹くラッパです。ラッパ用意、孫陽子氏。今の曲を聴いて我々は起床します。陸上自衛隊航空自衛隊も同じ曲で、起きるのですが、海上自衛隊は5分前の精神というのがありまして、訓練の5分前、開始の5分前、点検始める5分前、そしてこの総員起こしの5分前に5分前の放送が流れます。この5分前の、放送は海上自衛隊だけだそうです。引き続きまして君が代、海上自衛隊は、毎朝8時に国旗または自衛艦旗を掲揚します。その後日没日の入りの時にこれを降下します。その時に、君が代を吹奏するのですが、ラッパ君が代は皆さんがよく耳にする君が代とはちょっと違います。では聞いてください。ラッタ用意、時間。
に合わせて自衛艦旗または国旗を掲揚降下します。ここで隊員の紹介をしたいと思います。皆様から向かって左側から、日渡し2曹佐賀県出身28歳独身あ、ちなみにこの並びは、左から、ラッパーの上手い順で並んでおります。次に中山山荘宮崎県出身29歳独身次に吉岡市長大阪府豊野郡豊野町出身20歳独身先ほど吉岡市長は、総みこしを、吹いてくれましたが、まあ、まあまあだったんですけども過去に、この水槽展示を吹いたものが YouTube でアップされていまして、YouTube で残念な総員起こしと入力して検索されますと吉岡市長の残念な総員起こしが聞くことができます。ぜひ検索してみてください。最後に私井上一曹広島県出身41歳、妻、子供が3人います。なお、そこにいる 吉岡市長が生まれる前から海上自衛隊でラッパーを吹いてました。ありがとうございます。次の曲をいきます。出入港用意、この曲は、船が出港する直前、または入港する前に艦長の、号令とともに、吹奏するラッパで、乗員の士気を高揚させる目的で吹奏します。この出港用意入港用意という号令は、本来ならば艦長しかかけられないんですけども、本日はどなたか、かけていただこうと思うんですが、かけてもいいよっていう方いらっしゃいましたら手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。前回の下関では手が上がらなかったんで、とても大阪の人はノリが良くてありがとうございます。どこから来られました。中央区です。大阪の。わざわざありがとうございます。私が、どうぞと言ったら、はい、あちらの隊員に向かって出航用意と大きい声で言ってください。はい、ラッタ用意出航用意。ありがとうございます。ご協力ありがとうございました。艦長になった気分になりましたか。ありがとうございました。最後の曲になりますが、巡検、この巡検は1日の終わりに、点検する艦内を点検するときに吹く曲で、海軍時代にも吹かれておりまして、名曲と言われております。海軍時代には海軍の諸先輩方はこの名曲を巡検を聞いて、涙で枕を濡らしたこともあるということを聞いております。ハードルを高く上げましたが聞いてください。ラッタ用意巡検。
院生信号員によるラッパ吹奏展示を終わります。気をつけ、気をつけ、頑張れ、やるんけ、やり前へ、ラッパへ前へ、せっ、ラッパ吹奏展示は終わりますけども、ラッパを吹いてみたいという方がおられましたらどうぞあのお集まりください。聞いてくるか、